うございます。まずオフィシャルからですけど、試合直前に控えた現在の心境はいかがでしょうか。そうですね、まあ、前回の試合からあまり時間は経ってないんですけど、まあ、前回の結果が悔しかったので、早くリングに上がってこの悔しさを晴らしたいです。対戦相手の印象は改めて。印象は、まあ、また今回もとっても危ない選手で、うん、なんかもう本当に一瞬一瞬気が抜けないなと思いました。試合当日ですね、ご自身でどういう展開をしてたんですか。ですね、多分もう相手の方の試合を見てる限りでは、もう最初から結構バンバン蹴ってきて、すぐ組な感じだと思うんですけど、まあ、相手のペースにとにかくならないことですね。自分のペースで試合を運んでくる、これが絶対だと思います。他ご質問ある方いらっしゃいますか。はい、後ろから申し訳ございません。ちょっといきなり聞いてあれなんですけど、はい、髪の毛の色のそのテーマとかっていうのは。テーマですか。ですね、今回の私の試合着シングレットがちょっと結構マーブルっていうか、レインボーチックなので、なんだろう、マーメイド的なでそういう感じにはトータル的になったんですけど、ただ今までただ単に何色にした、髪の毛ピンクにして、金で次オレンジにしてとか、何にしようかなと思って、グリーンとか青系やってないんで、まあ、今回自分初の赤コーナーなんですけど、まあ、頭は冷静にいられるようにクールな色を選びました。評判はどうですか。なんかあんまりこんな色をしたの初めてなんで、子供たちはびっくりしたんですけど、まあ、ちょっとアニメっぽくてなんか疲れてますまあ、そういう意味では心機一転というのもあると思うんですけど、はい、まあ、今準備の時間短いという話だったんですが、ある意味そこでこう、まあ、前回の反省というよりは自分のこう見つかった良さとかっていうのもあったりはしますか。そうですね、その自分の失敗から自分の長所が見えてきたことは、やはり全部の試合で自分のペースでちゃんと運べるように、やっぱりこの間は、まあ、ちょっと自分が思い通りできないなと思った瞬間から焦り始めて、本当に全部相手のペースにはまってしまったので、まあ、どんな時でもとにかく冷静でいて、追い詰めるときは追い詰めるという、そういうちゃんと自分で冷静にいながらも熱くなれる試合をしていけば大丈夫と思いました。まあ、年末で、まあ、2019年の締めくくりになるわけですけれども、はい、まあ、クレイジーファミリーとしてもだいぶこの格闘のお祭りに参加されるわけですね、はい、その中でこう自分はどういう存在でどういう戦いをしていただいて、とにかくみんな一つになって頑張ろうということなので、まあ明日は八千と愛がいい試合してくれると思います、はい、であとはグアムからもジョンタク、とにかくみんなで一つになって勝とうということですね、はい。まあ、今回こうやってやる中でご自身としてこの年末の特別感というのは今回3回目、そうですね、やはり年末に出たかったので、榊原さん来年の方にも、出させてくださいとオファー自分からお願いします。最後に一つだけ、まあ、今回多分日本でほぼベースを置いてやってらっしゃったんですけど、はい、グアムと日本でやっぱ違うっていうんですかね、ものってあるんですか。まあ、どこにいても自分が練習に対しては本当 100% の力で打ち込むのは一緒なんですけど、やはり今回は、まあ、立ち技を結構集中的にやったのと、あとは AACC の阿部コーチのもとで女子の選手とも組ませていただいたっていう、まあ、ちょっとグアムとは違う集中の仕方でした、はい、ありがとうございます。他ございますか。大丈夫ですか。今回は立ち技の方を集中的に狙えるという話ですが、アム選手と立ち技でも真っ向から殴り合う予定とか、もうそれでもいいですし、あとはやっぱり自分のレスリングタックルをよりよくこう効果的に攻めるようにするには、やはり立ち技が
ちゃんとできてないと、前回みたいにその何もなくいきなり入ったり、焦っていきなり入ったりして相手に読まれてしまうバレバレのタックルが多かったので、やはり立ち技でも自分がもう有利に持っていけて、そのチャンスでタックル入る、やっぱそういう選手になりたいなと思って、はい、もうタックルのためのですね、自分の一番得意なところを生かすための選択肢の一つみたいな。そうですね、はい、ありがとうございます。他はございますか？ACC で女子の本崎選手、これまで前手合わせなかった選手で練習したことは、選手とかどんな影響になりますか？最初はすごく嬉しくて、浜崎さんと一緒にできると思って、でやっぱりいろいろ何があってこう一つ細かくではないんですけど、やっぱ総合的にすごく女子の選手と組んで、しかも同じぐらいの体の選手と組んで、そういう動きだとかスピードだとか力とかをすごく全部体にこう感じることができたので、すごく勉強になります。男子選手とは違う、男子選手はまたちょっと違いますね、はい。他はございますでしょうか？大丈夫でしょうか？はい、それでは以上で終了となります。最後写真撮影お願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。どうも。